今回は2024年に金融危機が起こるのかどうかについて考察をしていきたいと思いますで結論から言うと僕は起こる可能性が非常に高いと思っていますもちろん起こらないに越した方がいいんですけど、まあ、今の、うん、世の中の状況を見ていったときにこれは起きた方がまが自然と、うん、言えるぐらい今いろいろ積んでいる状況になってきていると。で2024年っていうのは まあこの1年の特性が表してるんですけども、た年っていう、まあ、大きなエネルギーが動く1年なんですよね。まあ、だから、いろんなことが起こる可能性があると、すで既に年初から地震があったりとか、まあ、あと、えー、飛行機の,その衝突事故があったりとか、すでにいろいろ物事がもう動き始めてる状況ですよね。うんまあ、なので それがねこう。念書に起こるということは、この1年っていうのがまあ比較的激しい1年になるんじゃないか？っていうふうな見方もできるんですけども。じゃあ金融においてはどうなのかと。世の中のその経済っていうのはどうなっていくのかっていうことですよね？その辺をまあ点と点をつなげながら見ていきたいと思います。そう、金融危機は2024年果たして起こるのかどうかですよえ。2023年の年末にですね。ネットフリックスで終わらない週末という。 映画をですね見ましたネットフリックス開いたらもうこれがトップにバーンと出たので多分見た人も多いんじゃないかなと思うんですけどこれが結構話題になってるんですね。えー、まあ不気味なすごい不気味な映画だという、まあ、レビューが多かったんですけども何か何が起きてるのかよくわからない映画みたいなずっとこう不気味な状況がひたすら続くみたいな誰が一体何をしているのか。うん、なんか例えば あのエイリアンが襲ってきたとかゴジラが襲ってきたとかそういうのは分かりやすいじゃないですかでも敵の正体がこれよく分かんないんですねこの映画っていうのはでひたすらなんかねあの不気味なことが起こり続けるという、まあ、これ見ていただいたら分かるんですけど、まあ、そんな映画ですとで僕もフルで全部見たんですけど、まあ、先日ですね北極老人もこの映画について少しお話をしてくれてたんですねで北極老人もこの映画をご覧になったとでこの映画の 現代は何なのかなって気になって調べられたそうなんですよ。で、これ、終わらない週末っていうのは日本語じゃないですか。日本の放題ですよね。付けられた名前。でも、英語の元のタイトルがあるはずだということで、まあ、調べたら何だったかっていうと、これ、Leave the World Behind というタイトルだったと。で、これね、本当に、あの、なんだろう、よく付けられたタイトルだなって僕は思ったんですけど、 あのこのね現代を知った上でこの映画のオチを見るとめちゃくちゃつながるんですよ内容があそういうことかみたいな、えー、これねオチを言っちゃうとあ面白くないと思うのでそこはちょっと伏せておくんですけど、えーまあ、一つこう象徴的な、えー、出来事出来事というかシーンが何かっていうと、まあ、ある家族の物語なんですねこれはある家族が4人家族が 旅行先でいろんなトラブルに巻き込まれていくっていう話なんですけどその家族の中に女の子がいるんですね中学生ぐらい小学校高学年が中学生ぐらいの女の子がいるんですけど、まあ、いろんなことが起きてるんですけどなんかねあのー、超音波がピューってなってガラスがバリンって割れたりとかあの動物たちがなんかね鹿かな鹿みたいなのがこうバッといっぱい集まってきて囲まれたりとか。 あのテスラの,、ね、その電気自動車が勝手に暴走したりとか,なんかいろんなことが起こるんですよ、この映画の中で,で起きてるんだけどその女の子はひたすらフレンズっていう海外ドラマありますよね、実際にあるやつです、これはフレンズっていうあのすごい人気のあるもう完全に終わってますけどだいぶ前のやつですけどフレンズっていう海外ドラマをの最終回が私、とにかく気になってるのってことをずっと言うんですよ、この映画の中で最終回ってどうなるのかな、私、最終回見たいんだけどみたいな。 私の iPad 設定してくれないみたいなことをずっと言ってるんですよ。で、これが実はすごい鍵を握るとでここだけ聞くと多分何のこっちゃってなると思うんですけどこの現代を知った上で映画を最後まで見たらよくわかると思いますで、このねタイトル直訳すると世界を後ろに置いていけってことじゃないですかただもうちょっと、えー、なんだろうちゃんと訳すと何かっていうと世界を無視しろって意味なんですよね世界を無視しろ うん、でこれってね、まあ、すごいその、なんだろう、今の世の中の状況ともリンクしてるなと思うんですけど、要は、今、いろんなことが世の中で起きてますよと、うん、でも、それに影響されすぎてもよくないよねってことなんですよね、日本でも地震がありました、航空機、衝突しました、えー、つい昨日か今日ですよね。 この動画を撮ってる段階で、秋葉原の電車の中で、えーまあ、女性が刃物を振り回してそれで何人か刺されてしまったみたいな事件があったりとか何かね年初からいろいろ起きてるんですけどそれで不安になるじゃないですか大丈夫なのかなみたいな年初からこんなことばっかり起きてみたいな。 それはそれで影響されすぎてもよくないよねってことでこれは東日本大震災の時もそうでしたけど世の中全体が自粛ムードになりすぎたらどうなるかって言ったら経済が停滞しちゃうじゃないですかみんなの気持ちが重く暗くなっていきますよねそれはそれで違うよねって確かに自分ができること助けになることはどんどんしていくことはとても大事なことだと思うんですけどでもそれでいや自分もじゃあ自粛しようお金使うのやめていこう活動制限しようってするのは それはそれでどうなんだろうかっていう議論があったと思いますで、僕はそれは本当そうだなと思っていていろいろ起きてるけどもでも自分が今できることを精一杯やっていく自分が今関わっている人たちに対してできることを精一杯やっぱり自分ができる限りチャレンジしていくっていうことがとても大事なことだなというふうに思いますだからそういう意味でも背後で起きてることを無視する ということではないんですけど影響されすぎないように自分の目の前にある世界ミクロですよねマクロに影響されすぎずにミクロの世界を大事にしていくことが結果的にマクロにつながっていくっていうこれはとても大事なあり方だなと思うんですけど同時にマクロで何が起きてるかっていうのも知っておいた方がいいって僕は思ってる派なんですね。それを全く無視してしててまっては 当然だってそのマクロに影響を受けてるわけですから僕,は僕らだってその銀河系宇宙の中にいて銀河の中にいて太陽系惑星の中にいてで地球の中にいてその中の日本にいてその中の大阪だったり東京の中にいてっていうふうにマクロに常に僕らは支配されてるわけですねその空間なり環境に常にその影響を受けてるんですよ例えば宇宙のどこかで隕石が飛んできて地球に衝突したら ももう僕らの人生終わるかもしれないですよね。だからそれは何が起きてるかは知っておいた方がいいただ影響されすぎずにそれは起きてるけどもその上で自分ができることを精一杯やっていくっていうこの両方が大事バランスがとても僕は大事だなと思ってますで今回は、えー、ちょっとスポットライトをね金融にあまあ当てて今経済金融で何が起きてるのか何が問題なのかっていうことをバーッと見ていって えーまあ、ぜひね、それを参考にしていただけたらなと思うんですけども、はい、まず最初に商業不動産、これが今ね、だいぶピンチだっていうふうに言われてるんですね、でリーマン・ショックの時のあの大暴落のきっかけになったのは、不動産だったんですよ、やっぱり。で、あっちは個人の不動産です、個人の人たちが自分の給料では絶対に買えないような大豪邸をみんな、バン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 買っていって、それをローンを返せなくなった。 ローンを貸し出してる方も住宅価格がどんどん下がっていっちゃったからローン回収できなくなったでその債権を組み込んだ商品っていうのをいろんな金融機関買ってたんですけどそれが焦げ付いたって分かった時にその住宅ローン担保証券のがどの商品に練り込まれてるのか分かんなかったのでもう全部が大暴落したんですよ。 っていうのがリーマンショックで起きたことでですよねでも今の商業不動産で起きてることっていうのは当時のリーマンショックの不動産で起きてたことの何倍も規模がでかいかつやばいっていうふうに言われてるんですねでこれはもう構造的な問題でさかのぼるともうリ,ーマンリーマンショックじゃないわ、えー、コロナ禍からこれはもう始まってるとでコロナ禍でみんなリモートワークにシフトしてオフィス行かなくなったじゃないですか。 その時に、まあ、当然、オフィスからになっていくわけですよねで。これはコロナが明けたら戻るんじゃないかって言われたんですけど、現状、戻ってないんですよ。でサンフランシスコの,あのもう、ね、風景がやばいんですよ。ガラガラなんです。オフィスビルも誰もいないんですよ。で周りの店舗、スターバックスとか、いろんなその、ねえー、とオールドネイビーとかギャップとか、そういういろんな店あるじゃないですか。もうどんどん閉店していってると。 今、そういう状況だって、これ、サンフランシスコだけじゃなくて、他でも起きてることらしいんですね、アメリカでは。うん、で、結局、オフィスがどんどん空になっていったら、家賃払えません。で、当然、家賃ずっと払えなかったら、えーまあ、今、銀行からお金を借りることも難しい状況なので、それの理由はまた後で話しますけども、えー、これね、家賃払えません、じゃあ、当然取り上げられます。 じゃあ、それを回収した銀行もそれどうするんですか、誰かに売るんですかってなった時に売り手がいません。で、どうすんのってことなんですよ、今、不動産業界。どうやって借金を返済していくのか。うん。もうそのね、目処が立ってない状況なんですね。で、僕は先日、えー、このね、そこうたかしさんっていう方の YouTube を見たんですけど、サンフランシスコ在住の日本人の方で、 えー、サンフランシスコの中を歩きながら様子をこうずっと撮影されてるんですよね。それがすごい分かりやすくてもうねガラガラなんですよ。でこの今写真載せてますけど左側これはなんかとある、えー、商業ビルのなんかなんだろう屋上なのかななんか庭みたいなところなんですけど昔はこの祖宏さんがここで働いてた時はもう。 お昼の時間とかここに人がいっぱいいっぱたそうなんですよねみんなここでコーヒー飲んだりとかランチ食べたりとかしてたんですけど誰もいないとでオフィスも誰もいない当然その周りにある店舗もガラガラどん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 閉店が進んでいってるともうだからゴーストタウンに近づいていってるとサンフランシスコですよサンフランシスコって言ったらアメリカの中でも有数の観光地なんですよサンフランシスコがゴーストタウンになるなんてことはもう誰も考えなかったですよ まあ、例えばあの工場がいっぱいあるようなね、えー、そういう州だったら分かるんですよ例えば自動車産業が衰退して、まあ、どん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 こう、ね、人がいなくなってみたいなことは日本でも起きてるわけじゃないですかその温泉街だったりとか、えー、地方ではあ,のありますよねどんどんその廃墟化が,が進んでいくみたいなことはあると思うんですけどまさかサンフランシスコがそうなるとは誰も思ってなかったと思いますね。 だから動画を見たときに本当にびっくりしました、こんなガラガラなんだって、はい、なのでぜひ、えー、お時間ある方は見てもらえたらなと思うんですけど、はい、そういう状況ですで、その不動産業界やばいよねっていう背後に何が起きているかっていうと、この1年ぐらいずっとアメリカの金利が逆転しちゃってるっていう現象なんですよね、でこれを逆座屋って言います、逆座や順座や逆座屋ってあるんですけど、今、金利が逆座屋状態になってるで普通は この左側の図のように短期金利が長期金利よりも低いんですよ普通は絶対そうなるはずなんですよ短期金利の方が低くて長期金利の方が高いなんでかっていうとお金っていうのは長く借りるほどリスクが高くなるじゃないですか返してもらえなくなるリスクだったりとかその10年20年30年貸してる間に戦争が起こるとか地震が起こるとかいろんなことが起こる可能性があるから当然返してもらえるかどうかがわからないから じゃあその間、高い金利をもらっておきましょうっていうふうになるんですよね、でそれはもう、もうそうなるじゃないですか、絶対そうなるんですよ。でも短期の場合、例えば、今日借りて、あさって返しますだったら、その間に、その2日間の間に起こるリスクって、まあ想定できますよね、ある程度その2日間の間にもちろん大地震が来る可能性はゼロではないけども、来ない可能性の方が高いじゃないですか。 うん、とか戦争がその2日間の間に戦争が起こるみたいな可能性の方が低いから短期のお金を貸すのは低い金利で貸しますよでも長くなるほど高い金利払ってもらえますこれは当然の話なんですねだから普通左側のように、えー、右肩上がりになるんですなんだけどもこの1年ぐらいどうなってるかっていうと右肩下がりなんです逆になってるんですよ短期金利の方が高くて長期金利の方が低いっていう状況がえー いいてますとだたい3ヶ月が今 5.5%2 年が 4.5%5 年が 4%,、えー、年が4ぐらいですかねで30年が4.1%とかそんな感じなんですよだから長期も高いんですよもちろん長期の30年の4%めっちゃ高いんですけどそれ以上に3ヶ月が5.5%ってありえない高さなんですねこれはこれが何に打撃を与えてるかっていうと銀行の資金繰りなんですよ で銀行のビジネスモデルっていうのは低い金利でお金借りて高い金利で貸し出すっていうモデルなんですよね。で、その中抜きをしてるんです、銀行っていうのは。だから安い金利で他の銀行、金融機関からお金借り入れます。で、長い期間で会社とか個人にお金貸す銀行、えー、住宅ローンとか、えー、企業への融資とかでお金貸して金利を 毎年毎年もらってその収益で銀行っていうのはお金を回転させていってるんですよね。でいろんなところから、えー、あいろんなところにお金を貸すと銀行の資金ってどんどん増えていくんですよ信用創造っていうふうに言うんですけどどんどん増えていって貸し出せるお金がどんどん増えていって福利で金利収入ってどんどん爆発的に増えていくんですよ。 指数関数関的に増えていくんですよね複利ってそういうものなんですけどそういうビジネスモデルなんですけど今それが通用しませんっていう状況になってますとだから銀行も資金調達できないお金貸し出せないから不動産その商業不動産に対してもいや今空室でお金がなくてちょっと借り入れたいんですけどって言われても貸せないんですよでしかもじゃあ資金回収できません貸したお金回収できません じゃあ不動産取り上げました売り手がいないから銀行も債券回収できないっていう状況になっているでその結果何が起こるかっていうと世の中のお金がどんどん減っていきますでこれはアメリカのニュースなんですけど74年ぶりにマネーサプライ アメリカのマネーサプライお金の供給が減ってますっていうニュースなんですよ74年ぶりですよ今までそんなことそんななかったんですよね、うん、74年ぶりって相当じゃないですか,なんか100年に一度のなんとかみたいなやつが、まあ、今起きてるとだから短期金利高すぎて銀行お金借り入れできませんっていう状況ですよねでさらに2023年何が起きたかもう銀行が破綻していったじゃないですかでそれは 金利があまりにも高いからいろんな金融機関が持ってる債券ですよね、えー、米国債も含めて価格が下がっちゃったんですよすごい金利が上がるほど債券の価格って下がりますでそうするともともと金融機関とか銀行が買ってた値段よりもずっと下がっちゃうから含み損が発生しますよねで含み損が発生した時に自家評価その時の値段で評価した時にものすごいマイナスが出るでそれを見た時に じゃあそこの金融機関とか銀行にお金預けてる人どう思いますかこの銀行やばくねってなるんですよ。潰れるかもってなったらみんなどうします預金引き出しますよね。やべえやべえやべっつって預金を引き出します。あとは銀行を貸してもらえないから預金切り,崩し切り崩すしかないよねってなってお金を引き出します。そしたらさらに金融機関からお金がなくなっていくっていうだから世の中のお金がどんどん減っていくっていうことが今。 えー、起きてるとで本来は経済が成長していくっていうのは逆なんですよね世の中にお金が出回る仕組みっていうのはそもそも借金ですよ個人とか企業が借金をしますでお金がそれで世の中に発生します信用創造されてお金が世の中に出回りますでそれで福利でどんどん,どんどん増えていきますでバブルが発生していきますっていうのが経済成長の まあ基本的な仕組みなんですけどその逆回転が今起きちゃってるっていうことでその逆が起きたのはいつかっていうと、まあ、大体約95年前の大恐慌の時なんですよだからそれ以来の出来事ってことですでさらに金融機関の含み損やばいのと加えて FRB の含み損も今大体約100兆円ぐらいになってるんですよかなり大きいんですよねうんはいで金融機関も預金流出してる FRB がなんとかそれを資金注入して持ちこたえさせてるっていう状況ですだか,かなり今ギリギリだと思いますよはいでまあ見方を変えるとこれってうーんそのねリモートワークも含めてそうなんですけどなんでわざわざロックダウンとかああいうことをやったのかなって思った時にいや一回経済システムを潰そうとしてるんじゃないのっていう見方もできると思います そういう見方をした方が自然だなって思う時もあるこれは場面によっては経済をあえて,潰そうとしてる、うん、でそれは、えー、このねリモートワークとか金利金利をひたすら上げていくとかそれだけじゃなくてもう一個の、ね、バーゼル規制っていうのがあるんですよバーゼル3っていう規制があってこれも今後問題になってくる可能性があってでリーマンショック以降ですね銀行の規制って強化されたんですよね でそれはあまりにもその銀行とか金融機関がレバレッジをかけすぎて大損こいたからですだからある程度の自己資本を置いといてくださいねってでそれは、えー、国際業務をやってる銀行の場合は8%以上の自己資本を必ず死守しろって言われてるんですよそれを下回ったら業務停止なんですだからリーマンショックのあと何が起きたか大手銀行何しましたか貸し剥がしってやりましたよね 自分たちのところに自己資本を増やさなきゃいけないから貸してたお金を回収したんですよしてた時期があったんですよそれで困った企業たくさんあったの多分覚えてる人もいると思います貸し剥がしをするしかなかったっていうふうにこれもうーん本当に必要な規制なのっていうことですよね今のこの状況においてで世の中にお金が出回ってないのにさらに自己資本はキープしなきゃいけないってなった時にどうすんのっていうことですよね お金回せなくなくりますよねこれ、うん、だ今のね経済の構造金融の構造っていうのがもう麻痺しちゃうんですよそもそもそれをもう変えざるを得ない状況に来てるその構造自体をうんっていうことは一つ言えるんじゃないかなと思うんですねはいでその上でアメリカの GDP っていうのはあのまあそういったいろいろやばい状況がありながらも2023年は 増増ええ続続けけててます増え続けてるんですよで今だいたいアメリカの GDP が多分26兆ドルぐらいですだから日本円にして3000何百兆円ぐらいなんですね日本の GDP は500兆円ですよだからアメリカの方がはるかに規模は大きいんですけどなんでアメリカの GDP 増えたのってことなんですよねここがすごい僕は大事だと思ってて いやそんなやばい状況なのにでしかも今、中間層がどんどんいなくなって貧困層が増えていってる状況で民間にお金が回ってない銀行もどんどんお金貸し出せなくなってるのになんで GDP こんな増えてるんですかってちょっとおかしいじゃないですかそれにはやっぱねうん、まあ、からくりがあるんですよね見ていくとでまず1個は、えー、ウクライナへの支援ですよウクライナへの支援アメリカはかなりの額ウクライナに支援してます で合計75.4ビリオンって書いてあるんですけど、これは750億ドルのお金をこれまでウクライナに支援してます、日本円にして大体11兆円ぐらいです。で、えー、とアメリカの,の GDP は、これちょっと隠れちゃってるんですけど、下が、2023年の7月、9月はプラス4.9%、その前の4月、6月がだ第二四半期ですかね。 がプラスなんんでですすよよね結構増えてるんですよ特に7月9月プラス4.9%って相当ですよだって26兆ドルの4.9%ってめっちゃでかくないですかっていうことですよねこれなんでっていうことなんですがそうこのウクライナへ支援したお金がアメリカに再び戻ってきてるっていうのがまず一つ目の要因 だと思いますで要はこれ内訳見るとちょっと見にくいかもしれないんですけどミリタリートータルミリタリーって書いてあるじゃないですかこれは軍事支援です。軍事支援が46.3ビリオンつまり463億ドルなんですよ。だから日本円にして約7兆円ぐらいですかのお金が軍事支援なんですけど要はウクライナにアメリカ製の 武器とか弾薬を支援してるわけじゃないですかってことはそのお金っていうのはアメリカの軍事産業に行くわけですよだから軍事産業が潤ってるがゆえの GDP 増なんですよねこれはその裏を見ていくといや民間の人たちがお金いっぱい回ってきて増えた GDP ではないってことですだ内訳が大事なんですよただ GDP が増えました良かったねじゃなくてどこで増えたかが重要で結局階層構造の上にいる人たちのお金が増えただけであって これは民間、下の方に全然回ってないですよ。これは健全ですかっていうときに、健全じゃないですよ、全然ね。はい、でこれがまず1個。でもう1個が、えー、アメリカ債務の急激な増加です。でこれは、債務上限問題っていうのがありましたよね、2023年。政府機関が閉鎖するかもしれないみたいな。もう結局、閉鎖しませんでした。でその時に、閉鎖せずに1回上限取っ払いましょうってなったんですよ。でそこから、アメリカは14週間で、 14週間っていうのは3か月ちょいですよ。3か月ちょいで1兆ドルの借金増えてるんですよ。1兆ドルっていくらよって。えいくらですかと。150兆円ですよ。わずか3か月ちょいで150兆円の借金が増えてる。で、今、借金トータルが34兆ドル。 え、もう4000兆円ですかみたいな借金。もう、どこまで行くんですかみたいない話ですよ、ね。で、こう考えたときに、GDP が、じゃあもう一回ちょっと戻りますね。4.9%増えました。じゃあ、26兆円の4.9%っていくらですかだいたい1.3兆ドルぐらいですよ。1.3兆ドル。 えー、26兆ドルの10%が2.6兆じゃないですか。で、その半分,半分だから1.3兆ドルぐらいなんですよね。GDP。なるほどと。1.3兆ドルですかと。それを見ると、この増えた借金の金額、1兆ドル。で、これはあれですよ、この借金で何してるかっていうと、金融機関の救済、要は損失がどんどん膨らんでる金融機関への救済だったりとか、 まあ主に救済ですよとか、えっと、ウクライナへの支援金だったり、そういうところに回してるんですよ、この借金を。国民に配ってるとかっていうよりか、そっちに回ってますからね、軍事産業とか。大体いい額は合ってきませんかってことなんですよ。150兆円ですよね、1兆ドルですよ。うん、なるほど、1兆ドル。4.9%、GDP の4.9%が1.3兆ドルで、えー、ウクライナへ回した 軍事関連の支援金が約7兆円460億ドルなるほどってことは大体いい金額あってきませんそうなんですよつまりアメリカの2023年の GDP が好調だったのはアメリカ経済そのものではないんですよ 極めて狭い範囲においてお金が回っただけの話なんですよ。ものすごいいびつな構造になってるってことなんですね。はいで結局、民間にはお金がほとんど流れてない。でその上で,で2024年3月、何が起こるかというと、これは BTFP の終了なんですね。BTFP って、これ何かこれ、ね、ニュースちょっと取ってきましたけど、FRB が。 今年の春に導入をした緊急貸し出し制度、それは金利があまりにも高いから金融機関の損失がどんどん膨らんじゃうよ、預金が流出しちゃうよ、どうするの潰れちゃうよって潰れないように FRB が緊急貸し出し制度をやったんですけど、これが2024年の3月に終わる可能性が高いっていうニュースなんですね。終わっちゃうんだみたいな、えみたいな、大丈夫みたいな感じじゃないですか。 でこれは、ね、背景には、まあ、2024年 FRB が利下げしていくんじゃないかっていう、まあ、思惑があるから、えー、もう大丈夫だよねと金利下がったら大丈夫だよねっていうことなんですけど果たしてそうなのかなっていやあの、金融機関って返せるのってその貸し借りたものを返すお金あるのっていう疑問ですよ、まずね、うん、それが果たしてどうなるのかがわからないってことで、もう1個は こちら2024年の4月日銀の YCC が終わると YCC っていうのはこれ何かっていうとイールドカーブコントロールですねつまり金利操作っていうことです金利操作をずっと日銀はこれまでやってきた金利を低く抑えることをやってきたんですよねこれまででもこれをこれ終わりますよ終わる可能性ありますよっていうニュースが今どんどん出てきてますそうなると 日本の金利が上がる傾向になっていくでアメリカはどっちかっていうと下がっていくってなった時に、まあ、当然ドル円に関しては円高ドル安ですよね、うん、でさらに FRB の緊急貸し出し制度は終わりますいやでも金融機関お金そもそもありません世の中のマネーサプライどんどん減ってます 潰れちゃゃううんじゃないいのっていうまず心配ですよね貸し出し制度を終わらせたら潰れるとこまた出てくんじゃないのっていうこと。でそもそも GDP 好調だったのはウクライナへの支援とかつ政府、えー、債務上限問題かの時に上限取っ払ってめっちゃ借金増やしてそれによってなんとか増えた GDP ですよ。 だそれが終わった今ですよ。それが終わった今、ね、この逆座屋が解消される流れになってくるというふうに言われているんですね。で、この逆座屋が要は金利が正常化していく、短期金利が下がる。主に。で、長期金利も,もちろん下がっていくんですけど、短期金利が下がるスピードの方が多分早いと。で、通常の金利の、えー、右肩上がりの形になったときに、大体いつも株式の 株式市場の暴落が起きてきたっていうのが今までの歴史なんですよ。歴史を振り返ると、逆ザヤが解消された後に大暴落っていうのは来る、そしてリセッションに入るっていうのが今までの歴史なんですよ。もちろん今回そうなるとは限らないですよ。まあ、でも、今まではそうだったっていうことですよね。で、かつ、今年2024年1月25日に GDP の発表があります、アメリカの。でこの数値は 多分ねものすすごく注目されるると思いますなるほど確かに第3四半期までは良かったでも第4四半期これがもしガクッと落ちた場合みんな何を意識しますかリセッションに意識しますよね絶対でさらに FRB がはいじゃあ利下げをちょっとしていくかもしれませんよみたいなことを言ったらどうなるか一気にこれ逆転する可能性があるんですよ今までの株高が一点 売り優勢になっていく要は金融危機の匂いがし始めるってことですようやく。で一旦バーンと暴落してそこから再び再構築していくっていう、まあ、今年のこれはテーマの一つでもあるんですけど一回壊して作り直すってことですよね。うんえー、そういう流れに、まあ、なるかもしれないっていうことをですね絶対そうなるということではなくそういうシナリオも、えー、ちゃんと、えー、知っておいた方が、まあ、いいんじゃないかと。 いうことです、はい、でもちろんそれを知りながらも、まあ、その、ね、背後で起きていることその世界をある意味、まあ、いい意味でも忘れて自分が暗くなったりとか、ね、それで落ち込むんじゃなくて自分は自分ができること精一杯やろうっていうふうに前向きにやっていくことがとても大事なんじゃないかなというふうに思います、はい、で2024年の,そのテーマだったり流れているエネルギーの特性に関しては 神社チャンネル僕の仲間がやってるですね、羽賀光がやってる神社チャンネルだったり、あとは結び大学で占い師のですね、相原康人が詳しく説明、解説をしてますのであ、すごい分かりやすいので、今年がどういう1年になるかですよね、えー。ぜひそっちも見ていただけたらと思います。説明欄の方に結び大学と神社チャンネルの動画貼っておくので、ぜひ見てみてください。はいということで、また状況っていうのは刻一刻と変わっていくと思うので、まあ、その都度何かしら動画で、 え、解説できたらなと思ってます。ありがとうございました。